いは絶対に勝てるわ。私の勘がそう言ってるの。ふーん、これがカジノ。手入れされたフロア、きらびやかな店内装飾、そして身なりのいいスタッフたち。カジノに行きたいってお父様と姉様に言ったら、まだ早いの一点張りだったけど、思ってたよりすごく素敵な場所じゃない。せっかく来たんだし、私もゲームで遊んでみたいわね。まずはルーレットとか。お初にお目にかかります、アレクシア王女。お会いできて光栄でございます。うわ、どうも初めまして。わざわざご挨拶ありがとうございます。そんなそんな、国民たるもの、王女様に挨拶するのは当然のことです。タイミング悪。これはこれは、アレクシア王女ではありませんか。先月の社交会ぶりですかな。あら、お久しぶりです。先日はどうも。誰だっけ。そこにいるのはアレクシア王女ではありませんか。いつも当店にてお買い求めいただけるおかげで大変繁盛しております。今後ともごひいきに。私も大変満足しております。さすがにちょっと疲れてきたわ。一旦人気のないところに避難しよう。私少し席を外しますね。おっと、わかりました。戻りましたらぜひ新商品のご紹介を。はい、喜んで。ああもう、一体何人挨拶に来るのよ。さっきので20人目よ。正直半分は顔を覚えてないわ。公務でたくさんの人に会うから覚えきれないのよ。もう挨拶は手短に済ませて、初めてのカジノを楽しんでみようと思ってたのに、これじゃ。自由に歩き回っても私だとバレない方法はないかしら。ようこそカジノへ。ウェルカムドリンクをどうぞ。左手がカードゲームスペース、右手がルーレットスペースになっております。この声、バニーガールかしら。そういえばバニーガールってカジノに来て初めて見たわね。他の場所では全く見ない衣装だけど、カジノでは本当に正装になってるのは不思議だわ。でもあんなに派手な衣装じゃ元が誰だかわからなくなったり。わからなく？これだわ。見つけた、スタッフルーム。私がアレクシアだってわからなくなれば、カジノを歩き回っていても不自然じゃなくなるわ。でもお店の衣装を無断で着るのはさすがにやりすぎ。いえ、ここまで来たらやるしかないわ。ごめんなさいね、スタッフの方。少しだけ、ほんの少しの間だけ借りるだけよ。カジノを堪能した後必ず返すから。バニースーツ、バニースーツ、あった。これを着て、やっぱりこっちの可愛い方にしようっと。うん、ぴったり、ラッキー。これ意外と着心地いいじゃない。完璧な変装。まさか王女がバニーガールをやってるなんて思わないでしょう。うわあ、さっきまで見れなかった距離にたくさんのゲームテーブルが。あっちはカードで、あっちはルーレット。開放感も相まって見ているだけでも楽しいわね。あら、あっちのテーブルがすごく盛り上がっているみたい。一体何が。今1枚のチップが一気に100枚にならなかった。一瞬でこんな山積みになることなんてあるのね。別に金銭に興味があるわけじゃないけど、あそこまで大勝ちするのはさぞ気持ちいいんでしょうね。私もゲームで遊んでみたい。大勝ちしたい。私も参加したいんだけど、いいかしら。え？あ、チップ？
それともルール？そのあたりも一緒に教えてほしいんだけど。いやいや、そういうことじゃなくて。仕事をサボってていいんですか？私のこと？ええ、仕事中にゲームで遊ぶバニーガールはいないかと。ああ、そっか。そっかって、変なスタッフですね。ほら、仕事に戻りましょう。隣のテーブルで人手が必要みたいですよ。はい、わかりました。考えてみたらそうね。この姿じゃ自由になれてもゲームで遊ぶのは難しいか。嘘だ、やり直させてくれ。キャー、何？お客様、他の方のご迷惑になりますので。掛け金を返してくれ。半分でもいい。俺の全財産なんだ。へえ。おい、俺はお客様だぞ。話せ、話さないと。お客様の安全を優先して気絶させていただきました。皆様にご不快な思いをさせてしまったことを心よりお詫び申し上げます。引き続き当店でのゲームをお楽しみください。なるほど。当たり前だけど、大勝ちする人もいれば大負けしてしまう人もいるのね。自業自得だけど、生活の楽さを考えるとゾッとするわ。お父様や姉様がまだ早いと言っていた意味が少しだけ分かった気が。ここはこういう世界なんですよ、お嬢様。え、誰が王女様よ。あなたは夏。ごきげんよう。今日の報酬は前払いよ。ちょっと付き合ってもらえるかしら。まったく、たまには嫌な顔しないで付き合いなさいよ。ミドガル王国周辺で採れるレモンは酸味が強くて疲労回復の効果があると言われてるの。剣の稽古終わりに私もよく食べるわ。心理戦って正直な人ほど苦労するのよね。向いてない人、例えばローズ先輩とか。正直すぎるせいで考えが顔に出ちゃったりして。ローズ先輩からおすすめされた本を読み始めたの。それで読み終わるたびに次を勧めてくれるのだけど、ちょっとペースが早すぎるのよね。どうしよう。あなたって時間にルーズそうだけど、意外と約束の時間より早く来るタイプよね。律儀というか遅れるのが怖い小心者。あなたといるときは王女として気を使う必要がなくて楽だわ。あら、褒めているのよ。多彩な文化が入ってくるだけあって、たまにちょっと個性的なお店が現れるのよね。でも、小豆マヨネーズパスタは無理だった。はあ、このまま時が止まればいいのに。ちょっと、なんで驚いてるの？私だって女の子らしいこと言うんだから。好きな音楽？いざ考えると難しいわね。ただどんな曲であっても大きなホールで聴きたいわ。オーケストラで聴くと迫力が全然違うもの。私のことばっかり話してるけど、あなたのことをもっと教えてくれないの？別にね、深い意味はないわよ。当然じゃない。
この時間がずっと続けばいいのに。何よ、私がわがままなのは知ってるでしょ。でもね、これは素直な気持ちよ。もう可愛げがないなんて失礼ね。出会った頃はあなたに興味がなかっただけで。私だって普通の女の子らしく振る舞えるわよ。あなたには随分ひどいこともしたけど、そのあれも一種の愛情表現よ。もちろん理解してくれてるわよね。スタッフに紛れてたから仕方ないんだけど、ウェイトレスとしていいようにこき使われたの。どうせならディーラーぐらいやらせてほしかったわ。ちょっと、シェリー・バーネットさんと親しいの？少し天然なところはあるけど、優秀な研究者よ。それが、あなたと知り合い？本当に？クレアさんだったかしら、あなたのお姉さん。二人揃って綺麗な黒髪なのよね。ねえ、どういうお手入れをしているか聞いておいて。私を助けたあの黒ずくめの男、何者なのかしら。あれだけの強さだもの、味方であってほしいとは思うけど。ねえ、あなたはどう思う？やめてよ、急に黙ると変な空気になるじゃない。変って、ほら、告白直前の空気というか。だって、例えばの話、告白しろなんて言ってないわよ。誕生日プレゼントっていくつになっても嬉しいわよね。ほら、いいでしょう。去年は姉様からこの赤い革表紙のスケジュール帳をいただいたのよ。